あー、もうちょっと前がいいな。こう？そうそう、そういうこと、そういうこと。オッケー。あれ？これが私の父だ。凝り性の彼は興味が湧いたものは後先考えずに買い集め、今はカメラに夢中。これじゃない？あ、本当だ、すげえな。南通貨オートにしただけだけど。これがお姉ちゃん。勉強ができてマンドリンもとても上手。でも時々私を子供扱いするところは問題。いいよ、じゃあニコって笑って。いきます。あ、待って、ミポリ背中猫になってる。これが私のお母さん。お父さんと違ってリアリストのしっかり者。ダメダメ、記念写真。だからお父さんとはいつも喧嘩してる。よし、オッケー、背筋伸ばして。はい。おいおい、あんまり前行くんだ、ピント合ってんだから。けどこんなカメラ買うから。お父さんが買ったのは一度も見たことがない。そういうのを豚に小判って言うんです。聞いた今。仲はいいんだけど、この二人がどうして結婚したのか未だに私には謎。ねえ、まだ？あ、ごめんごめん。オッケー。じゃあいい絵いただきますよ。だからオートだってば。みこり笑って。いきますよ。この年私は中学生になった。はい、もう一枚いくよ。なんかやだな。まだ言ってる。すぐになれるって。そうかな。そうよ、同じ小学校の子だってたくさんいるんだし。でも同じクラスになんないかも。すぐに友達なんかできる。なんでもそうだけどプラスに考えなさい。ミポリン、さとかちゃん、おはよう。おはよう、ミポリンママ。ね、見て、アスナちゃんいるよ。ほんとだ。おはよう。おはよう。緊張してる？え、してない。してるよ。してない。私はミポリンと呼ばれた。そして私は13歳と7ヶ月で命を終えた。さあ、丸いグラフのところもうちょい色分けはっきりすると分かりづらいです。はい、分かりました。あ、佐藤さん、コピー20本お願いします。はい。はしみ、修正した冒頭の部分なんですが、うん、OK です。これもか。あ、俺だけど、何やってんの？あ、何って、あの、今さっき入学式から帰ってきたとこで。そっちが外したの？あ、あの、今俺プレゼン終わったんだけど、部長にさ、パラグライダー誘われちゃって、うん、いや、俺前にも話したと思うんだけど、もう断りきれなくてさ。今週の日曜日、うんうん。あれ、もしもし聞いてる？聞いてます。で、で、で、今度はそのパラなんとかにお熱あげるわけ？いやいや、そういうわけじゃなくて。そういうわけじゃないっていつもそうじゃない。今のでカメラ何台目？カメラの前のプラモデルは？今度南高校に行くんだよ。そういうこと考えてる？なるほど、その件に関しましては後ほど。失礼します。机の上にある手紙、時間割表が全て揃っているかどうか黒板を見て確認してくださいね。数が足りない人は言いに来てください。あと、手紙の中に自己紹介カードと書かれた紙があると思います。明日のホームルームはこれを使って、みんなに自己紹介をしてもらおうと思います。まだわかんない。そこの二人、本当に何もありませんか？わからないことを放っておくと後で困りますよ。岡崎さん、どうですか？質問。
ありませんか？岡崎さん、どうしたの？大丈夫？岡崎さん、岡崎さん、どうしたの？誰か保健室行って先生呼んできて。あ、お姉ちゃん、メモを読んでくれた？うん、今石田先生のところ。血液検査してもらったんだけど、まだ時間がかかりそうなの。なる。顔になるよ、一回は。ほら、どう？うん、もう大丈夫。ありがとうございます。あー、でも入学祝いのケーキはやめといた方がいいかもね。先生に聞いていいって言われたらね。あ、先生、ケーキは食べて大丈夫？え、うん、平気だけど。もう食べ物の話？相変わらずだな、ミポリンは。血液検査の結果、異常は見られませんでしたよ。そうですか。お薬用意したからね、ちゃんと飲むのよ。苦くない？大丈夫よ。頭痛薬と吐き気止めです。ありがとうございます。あ、ちょっと待ってて、お薬もらってくるから。本当に異常はなかったんでしょうか？あれから10年だし、再発とかっていうこと。ご心配なく、白血病は完治してますよ。うん、入学式で緊張したんじゃないかな。繊細な子だし。けど早いわね、あれからもう10年。私も年を取るはずだ。2歳の時、私は白血病になった。その時の記憶はほとんどない。でも、あの時に見ていた天井のことだけは、今でも時々思い出す。マス目の一つ一つが、私には小さな窓に見えて。うまいこれ。でもあれだね、入学祝いでお粥っていうのもなかなか渋いね。お姉ちゃん、お水の量間違えちゃったの。言わないでよ。何が大変なのね。なるほどね。いちいち納得しなくていいから。でもやっといてくれて助かったよ。ありがとう、姉ちゃん。あ、今日ミポリン学校で具合悪くなっちゃって病院行ってきたの。病院？でも大したことないの。中学生になって緊張したみたい。うん、じゃあ南のお粥は正解だったってわけだね。なんでそこに持ってくかな。で、もう大丈夫なの？うん、さとかちゃんもかなちゃんも同じクラスになれたし、英語の塾も一緒なの。よかったよね。あ、塾に行く気になったか。行かせるの。勉強だけはしっかりしとかなきゃ。お姉ちゃんと一緒の高校行きたいんだもんね。それは南が西高に受かってからの話だろ。それ冗談に聞こえないから。そうよ、一生懸命頑張って合格するんだから、そういう言い方しないで。はい、ケーキ切ろうかな。南、手伝って。はい。お皿並べて。また負けたね。チーズ。なんだよね、なんかあった？これ地震とかあったの？これね、こっから取れてんの？これ知らない。出た、知らない。どうすんのよこれ。もうさ、あー、椅子も取れた、椅子も取れた。もうダメだ。おはよう、美穂、起きて。もう起きないと遅刻だよ。なんかだるい。何言ってんの。夏音先生も大丈夫って言ってたでしょ。ほら、ぐずぐずしないで、起きてよ。お父さんだけ大丈夫。お、行ってきます。あ、気をつけてね。早いんだな、南。朝練なの。行ってらっしゃい。行ってきます。美穂、おはよう。おはよう。お薬、カバンの中入れとくから、お昼の後忘れず飲んでね。いい、ミポリン。は
はい。まだ具合悪いのに。眠いだけよ。大丈夫だよね、ミポリン。まあ、なんとか。元気出して。担任の越坂先生だって評判いいんだし、何も心配いらないって。評判いいんだ、担任。うん、優秀で教育熱心だって。教師なんだから教育熱心じゃなきゃ困るよな。いただきます。いただきます。うん、うまい。ねえねえ、レイブ君かっこいいよね。そっかな、幼稚園の時泣き虫だったけど。ミポリン、幼稚園一緒だったの？ずるい。そこの3人、真剣にやれ。すみません。ほら、ミポリンの番だよ。はい。美穂、大丈夫だよ。お母さん、お話が。先ほどの CT 検査の画像です。右の前頭葉に腫瘤が見つかりました。あの、腫瘤って何ですか？まさか前の病気が。あ、いえ、白血病の再発なら血液検査で異常が伴うはずですが、今回それはありませんでした。じゃあ美穂は別の病気に。詳しいことはまだ分かりません。それを確かめるためには病理検査を兼ねた脳外科手術が必要です。手術？すぐに小児病棟への入院手続きを。先生、あの、気をしっかり持って。里子、美穂が入院ってどういうことなんだ？あの頃はいろいろなものが見えたのに、この時は何も見えなかった。なんで検査なのに手術するんだ？頭の中に何かあるかもしれないって。レントゲンで何でも分かる時代じゃないのか？分からないよ。私に聞かないで。今夜から私もここに。なんか必要なものがあったら言ってくれ。明日の朝会社行く前に持ってくるからさ。元気出そう。10年前の病気とは関係ないんだろう。それが救いじゃないか。届かないよ。え？天井。
あの頃は大きくなったら届くと思ってたけど、あの時そんなこと。